アブドーラ小林、アブドーラ小林、アブドーラ小林、本名、小林洋介、1976年7月22日体、は、日本のプロレースラー。長野県千曲市出身。大日本プロレス所属。身長175センチメートル、体重140キログラム、愛嬌あるキャラクターとして君臨している。プロレスでの師匠は、アブドーラザブッチャーで、 リングネームもその師匠の名前から取っており、死譲りのファイトを展開している。自称、新州市などの流血マシーン、ブラッドレインメーカー。自ら起業した、レスラーズ運輸という運送会社の代表を務める、傍ら、スーパーセントお風呂の国での催しとしてマグロ、酒、タコ、マダイ、ロブスターなどとも戦ってきた。大日本プロレスの早々期メンバーの一人、2004年までは、 BJW 認定デスマッチヘビー級王座に一歩届かなかったものの2005年は関本大輔とのコンビマッスルファットですを結成しこれが観客に大受けパワーあふれるプレーを持ち前に伊藤隆二佐々木隆史組045ジャサル吉イエスこと加西淳黒天使沼沢邪気と構想を繰り広げてた2005年10月14日 高楽園ホールで、045ジャサルキチがイエスと空位になっていた、BJW 認定タッグ王座を争い、蛍光灯250本デスマッチで激突。試合途中からはズボンを脱ぎ捨てて、ふんどし姿で奮闘し、見事必殺のダイビングバカチンガーエルボーを、ウィズ蛍光灯で火災を沈め、タッグ王者に輝いた。さらに12月21日、 横浜文化体育館大会で、伊藤の BJW 認定デスマッチヘビー級、王座ダッシュをかけて、蛍光島建築現場デスマッチで激突。見事に打ちまかして、タイトルをダッシュした。しかし、その後の試合は2006年3月現在すべて、全敗、しかもすべてタック戦で、ほとんどパートナーがやられてばかりで、挙句の果てには、伊藤や佐々木隆に、 ベルトの価値を落としたとボロクソののられる始末。これが発端となり、2006年3月31日、佐々木隆史との防衛戦として、蛍光と鶴木さんデスマッチを行ったが敗戦。ベルトを失ってしまった。2007年9月24日後楽園大会、デスマッチロイヤルランブルで優勝し、デスマッチヘビー級実機長戦系を獲得し、第21代王者。 黒天使沼沢ャキと10月14日、後楽園大会で長島茂雄の通算本類打数日なんだという蛍光灯444本デスマッチで対戦したが、あえなく敗戦。再度のベルトダッシュはならなかった。それ以降もたびたび440本オーバーの蛍光灯を用いての蛍光灯デスマッチで宮本博志向き2009年9月30日。 高岡テクノドーム445本、伊藤、2010年12月19日、横浜分隊450本に挑戦している。すべて敗退している。2008年8月に地元、長野を活動拠点とする新州プロレスに初参戦。以後、何度か参戦している。リングネームは矢島聡を名乗ったこともある。また、2011年には RE、 2011グレート無茶の大冒険第2弾にも参戦し、超収力、初代タイガーマスク、藤並達次ら、大物レスラーとの対戦も経験した。2010年には渡米した上で、コンバットゾーンレスリングのトーナメントオブデスに参戦。ニック・ゲージとの第1回戦を制した後、JC ベリーとの第2回戦で敗れ去った。2011年12月18日、 横浜文化体育館大会、クライマックスゲームオブデスで伊藤を破り2度目の BJW 認定デスマッチヘビー級王座を獲得。2012年はプロレス対象 MVP 獲得を目指して防衛回数を重ねることを公言し、その通り12月9日の横浜文化体育館大会で伊藤と7度目の防衛をかけたセブンカラーズデスマッチに勝利するで年間での防衛を果たし、 防衛回数記録更新が評価され、プロレス大賞の関東賞と日本インディー大賞の MVP を手にする。しかし2013年1月2日の後楽園大会で石川修司に敗れ8度目の防衛に失敗し座から転落したため、直後の7日に行われたプロレス大賞の表彰式はタイトルなしで参加した。2013年5月5日に受けた血液検査で、 C 型肝炎ウイルス感染の疑いが発覚した。直後の再検査では、検出が抗体のみで、抗原は検出されず、団体内外の参戦選手も、再検査の結果に異常がなかったため早期復帰できると思われたものの、さらに念のためとして受診した精密検査で、小林の体内にウイルスの残留が確認されたため、発症はしなかったが治療を行うことになり、 感知までた選手への感染防止のため、選手活動停止を命ぜられる。その後治療中から2014年7月の最終検査まで半年以上ウイルスが発見されない状態が続いたことから26日の甲楽園大会で復帰を発表。8月10日の長野作創造館大会で1年3ヶ月ぶりに復帰戦、体操野学川上隆一戦パートナーは 大橋投了を行い、同月十五日には、伊藤隆二デビュー十五周年記念大会ビッグサマー、デスマッチドラゴンフェスティバル、デスマッチ復帰戦、蛍光等三百本デスマッチ、対伊藤戦を行う。なお、これらの試合には、敗れている。復帰後、小林の欠場時に、宮本が使用していた、愛してます。チョップを宮本が継続して使用したことから因縁が、生まれ、 2014年12月21日に行われた BJW 認定デスマッチヘビー級王座戦は愛します、コントラ愛してますとして行われ、負けた小林は愛してますチョップを封印させられてしまう。さらに2015年の一期当選での予選中、木高勲とバカチンガーエールボード6分トラ、勇はルールで行った試合に敗れてしまい、一期当選での バカチンガーエールボードロップまで封印されてしまうが、小林は、イサミと共に、決勝へ進出し再対決を制して初優勝し、エルボーの印を解く。さらにこの優勝で宮本と再戦する権利を得たことから、5月5日に、愛してますチョップ完全決着戦として、王座戦のリマッチを行い、これに勝利して3回目の王座獲得の上、愛しますチョップの封印も、自力で解いた。 これで7月20日の両国国技館大会で伊藤隆二と防衛戦を行うことを決定させたが、6月に C 型肝炎ウイルスの抗体が再び発見されたことが判明し、以前の罹患によるものか見極めるため一旦欠場する子になり、精密検査の結果ウイルスは発見されなかったことから6月29日に復帰し、両国大会には間に合ったが、 20周年記念20アイテムデスマッチとして行われた試合では伊藤に敗れ、ベルトをなった。その後2016年12月に横浜分隊で行われたデスマッチヘビー級王座戦で星野勘九郎を破り4度目の王座を獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。